先ほどの続きなんですけども、とにもかくにも、アメリカ西地区は西地区、中地区は中地区、東地区は東地区で6球団ずつにまとめましょう。で、南から北に向かって季節に合わせて巡業。もうこうしなかったら無理です。我々も持ちこたえられません、そもそも私がね、西地区の普通のそのナイターの時間帯であれば、だいたい日本時間で、午前中からで14時までには終わりますね。それぐらいだったらね、なんとかなるかと思いますので、だから東地区とかの支援が混ぜ込まれたら本当大変です。以上です。皆さんご協力のほどよろしくお願いします。